い、会場内どんどん華やぎが増しています。こちら現在画面に見えますのは新人俳優賞も受賞されました西野七瀬さんの姿です。その後ろにはですね、同じく新人俳優賞を受賞されました宮沢ひよさんの姿も見えます。今回新人俳優賞は8人の俳優さんが受賞されています。初めての日本アカデミー賞ということで緊張した面持ちも感じ取れるんですけれども、今は楽しく談笑されている様子が伺えます。西野七瀬さんは孤狼の地レベル2で同作品で新人俳優賞そして優秀助演女優賞の2つを受賞されています。今作ではスナックのママ役がとても印象的でした。近づきな役のためブロッコリーやゆで卵を食べまくって体を作ったというようなエピソードもお伺いすることができました。それでは他の受賞者の方々にお話を伺います。